はい、皆さんこんにちは。こんにちは。湘南 AJ クリニック大阪院の看護師と院長の斉藤です。よろしくお願いします。はい、では今日はですね、AJ 条約の誕生秘話や歴史について先生にお話ししてもらおうと思います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっとね、固い内容かもしれませんけどね、今からちょっとお話しするのは、うち使ったフィナンステリトとミノキシジルのお話なんですけど、はい、まずね、両方とも、ね、偶然見つかった薬なんですね。偶然ですね。で、歴史で言うとフィナンステリトはだいたい25年以上前ですね。で、ミノキシジルに関しては30年以上前に開発されたんです。で、もともとね、この開発の目的っていうのが、フィナンステリトは前立腺肥大症の、治療薬を作ってまして、で、それで開発が進んだんですね。で、ミノキシジルの方は高圧剤ですね。血圧を下げるお薬として開発されたと。歴史がね、両方とも古いお薬ですけども、もともとのスタートは病気を治すための薬だった。病気を治すための薬を、じゃあ投薬しているお客さんに髪の毛の増毛効果が認められたということですかね。もうその通りね。お薬を開発して、で、皆さんに使ってもらうためには、臨床試験っていうのがいるんですね。動物の実験で、なんか害がないかとかね、調べますよね、一生懸命ね。で、それを済んだら今度人間ですね、協力してもらった患者さんに投与をして、で、実際に歌っている効果があるかどうかと見ることですね。で、フィナンステリドに関してはプロスカーっていう薬として、で、名前がね、それで出てきたんですけど、それ前立腺肥大症の薬ですよね。で、それの臨床試験の時に髪が薄かった方が、髪がちょっと復活しだしたんですよね。すごい。これはみんなびっくりして、で、そういう効果もあるんだっていうことで、慌てて髪の毛の治療薬としてもう一度でデータを取り直すんですよね。だからプロスカーっていうのが最初に入れて、数年経ってゲルデータを集めて、今度プロフェシアっていう薬としてプロフェシア、まあ、偶然なんです。もともとの治療の開発の目的は違ったんですけど、偶然見つかって髪の毛にプラスに働く治療薬として出てきた。で、もう一つのミノキシジルも実は同じ感じなんですね。で、ミノキシジルはロニケンっていうね、お薬として最初、出てきたんです。内服のお薬として出てきたんですね。で、ロニケンの臨床試験の時に髪が薄い人がバーッと良くなりましたですよね。そこで薄毛治療の、治療薬として、もう一度データを集めて出てきましたね。で、ミノキシジルに関しては内服薬としてもちろんスタートしたんですけど、外用薬ね、塗り薬としてロゲインとかね、あと日本だとリアップっていうお薬として外用薬として研究が進んでたっていう歴史なんですよね。面白いですね。なんかそういう歴史を聞くと、しかも治療してて髪も増えてきたってなると、その方は一石二鳥、嬉しかったでしょうね。そうだったかもしれませんね。偶然のね、で見つかるお薬って結構あるんですね。抗生剤とかもね、ペニシリンとかも、そうですね。なんかペニシリンも聞いたことあります。ね、大自然に、ね、あるもので、あれはカビですよね。カビが作る物質なんですけども、そこに細菌が繁殖しないんですね。で、そういうのが偶然見つかって、でそこからスタートして、ね、どういう物質がそれを起こしているのかっていうのを見たんですね。面白いですね。本当になんかちょっとためになりました。ありがとうございます。皆さんもどうだったでしょうか。また本日の内容がぜひ良かった方は高評価、チャンネル登録の方もお願いします。お願いします。ではまた次回の動画配信楽しみにお願いします。バイバイ。さよなら。